はい、できました。今日はね、豚の伊勢うどん、それとサメのタレ、これちょっと前に買ったやつね、あの冷凍庫にあったやつやねんけど、タレと塩と、でこの前買ってきたウルメイワシか、はい、マイワシか、はい、食べましょう。ではいただきます。伊勢うどん、もうこれで終わりやからね、また次伊勢で買ってきます。めったに売ってんからありがたいね。でも豚とか入れて美味しいね。マイワシが美味しいね、これ。あっ、イワシ美味しいわ。サメダレ、みりん、わけがめちゃなんだ。サメのタレもね、伊勢神宮に献上される、あの奉納物やね。肉厚やね。でも値段は高かった、こっちの方が。みりんの方が薄いけどね、塩の方が結構バツ、肉厚で美味しいわ。なんかね、店のお姉さんが肉厚のやつを美味しいよって言ってて、肉厚の選んでもらって、前にね。美味しいね、これ。ご飯といったら進めるな。イカルな、イワシな、苦いって言って、頭取って食べる、ね、頭取ったら美味しいやしは。頭美味しいよな、もういなの口に醤油ついてんで、苦い量も苦いって頭取るよ。ボタン美味しいやろ、お魚も美味しいやろ。どれ？これ。魚も美味しい。苦い？魚も？どうなの？なんだこれ、玉口やな。
みりんはレアで。どっちが好き？みりんと塩と。みりんと塩どっちが好き？薄い。薄い。前食べてる時塩やとったよ。前こっちは好きですね。バッティから。え？バッティから。バッティから。味せ。塩味。今日降ったんや。いいっすよ。噛んだら噛むだけ美味しい。塩出したら美味しい。し塩とサメの肉汁がジュワッて出てくるというのがすごい美味しい。美味しかった。ごちそうさまでした。やっぱりね、こうやってね、今日はお伊勢さんの恵み、伊勢うどんと、伊勢のためのタレ、伊勢のマイワシいただきました。美味しかったです。で、日曜日だからね、お伊勢さんのおみき飲んでもいいねんけどね、あのお仕事しなあかん、あちゃん動画撮らなあかんので、ね、眠くなったらあかんからね、この辺にしておきます。はい、両岸食べ残すかな。うん、内臓は美味しい。カルシウムたっぷり補給してね。じゃあ今日も元気に動画を撮っていきたいと思います。まあ日曜日やからね、ゆるっとなるのはあれやけどね、動画自体そんなに撮らへんねんけど、まあ日曜日撮らへんなら月曜日ないんでね、頑張ります。はい、ではまたね、バイバイ。今回ちょっと再生も少ないしね、収益も少ないから頑張らなあかんね。皆さんよかったら見てくださいね。よろしく。ではまたね。バイバイ。また伊勢行きたいな。